募集いたします。梶山経済産業大臣。中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由および要旨をご説明申し上げます。中小企業は地域経済において重要な役割を果たしている一方で、経営者の高齢化により多くの経営者の引退期が迫る中、後継者候補の現経営者の経営者保証の存在を理由に承継を拒否するなど、経営者保証が事業承継の支障となる事態が生じております。このような状況を踏まえ、我が国の経済の活力の源泉であり、サプライチェーンや地域の経済雇用を支えている中小企業の廃業を防ぎ、積極的な事業展開を支援する観点から、経営者保証の解除支援をはじめ、円滑な事業承継および事業拡大の促進のために必要な措置を講ずるべく、本法律案を提出した次第です。次に、本法律案の要旨をご説明申し上げます。第一に、経営者保証解除による事業承継の促進のための施策を講じます。事業承継時に経営者保証を不要とする信用保証制度の特例を設けることにより、経営者保証の解除を促すための施策を講じます。あわせて事業承継支援体制の強化として、全国47カ所の認定支援機関の業務に、親族内承継支援および経営者個人の保証債務整理支援業務を追加します。第二に、中堅企業への成長促進のための施策を講じます。地域経済牽引事業計画について、承認を受けた事業者が中小企業者要件を満たさなくなった場合においても、計画期間中は同計画による中小企業向け支援を継続することで、積極的な事業拡大を促進します。第三に、事業者目線での施策整理を行います。近年の事業環境の変化を踏まえ、類似の計画認定制度を整理統合し、事業者にとってより分かりやすく利便性の高い施策体系へと転換します。第四に、海外展開の促進に向けた施策を講じます。経営革新計画等において、株式会社日本政策金融公庫による中小企業の外国関係法人等に対する直接融資等の特例を措置することで、中小企業の機動的な海外展開を促進します。また、これらの措置と合わせて、独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務について必要な改正を行います。以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。何卒ご審議の上、速やかにご賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。以上で趣旨説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。